桜木町の景色です。はい、観覧車です。コスモワールドの観覧車です。ここに桜が見えます。そしてエアーキャビン、多分ね、今週はもう桜は最後だと思います。観覧車が見えました。ではしばらく桜の下を歩きたいと思います。見えるかな。ワールドポーターズがあります。なんかエアキャビンが入っていきます。今1台出てきました。これ綺麗です。桜吹雪が舞ってます。見えるかな。すごいの綺麗。花びら来た。このぐらいかな。多めで綺麗。エスカレーターです。これからお昼を食べたいと思います。昼はジョナサンです。いつもね、ジョナサンに来るとこのお昼、昼プチセット3品選べて、ドリンクバーもついて、あと税込み1099円でこれ取るんですよ。それで大体いつも決まってて、小さな、明太子のパスタと、小エビのペンネとロメインサラダっていうのを取るんですよ。チーズソースの。だけどそのチーズソースのロメインサラダがなんとなんとなくなってたので、今日はしょうがなくデザートの、黒ごま白玉サンデーを選びました。飲み物はアイスカフェオレです。乾杯。ストローがね、上の方が苦い。
私胡椒何でもかけるので、これをたっぷり砂浜で食べてるぐらい、砂浜で食べてて砂が入っちゃったぐらい胡椒をかけます。こんな感じ、じゃーん。うのをね、使うために左利きで食べますから、距離がね、難しいよね。料理を入れようと思うと全部入んない、全身ちょっと前鏡になって食べます。黒ごま白玉さんできました。ごちそうさまでした。そういえば昨日美容針ね行ってきたんですよ。またどうですか、シワがね減ってきたかな。ここのたびにね歯が上がってくれると嬉しいんだけど、ツヤは良くなったと思う。私は、はい、外はねポカポカなんですけど、私ジョナサンでねアイスカフェラテを飲んだので、なんか体が冷えちゃって、寒い、風もあるし、なんか一回冷えるとねなかなか温まらないんですよ。景色はねこんな感じです。ね、ハンマーヘッドの方に向かいたいと思います。そうだ、ちょっとバッグを、バッグ可愛いので見せます。前も見せたかな、ドラキュラの柄にアグリーちゃん、アグリーベイビーズ入ってます。見えるかな、バッグの柄こういう感じです。自撮り棒がぐらついて
わ、あそこ綺麗するかな。なんか綺麗、船と桜みたいな。ハンマーヘッドです。ショップ&レストランって書いてあります。こんな感じ。下の方はこんな感じです。お店、おしゃれなね、食べ物屋さん系がたくさん入ってます。なんか美味しそうなメニューがいっぱい。店の中です。すごいおしゃれな感じ。焼きたてハーバーって、ね、やば、めっちゃ美味しそう。絶対美味しそう。こちらすごい化粧品がいっぱい。商品がいっぱい。ピーターラビットのなんかレストランみたいなところ。レストラン。ピーターラビットと一緒に。ちょうどお昼時なんで混んでますね。はい、みたいな、いい匂いがするあたりからスイーツ系のいい香りがします。ここもスイーツ系、美味しそう。この景色めちゃめちゃ綺麗。桜がほら、これ逆光になってないかな、映ってるかな、ちゃんと。結構お花見してる人がいっぱいいます。
で、景色がいいしね、最高、あったかいし。ちょっとこれすごいのでしたから、こんな近くで撮りたいと思います。すごっ。うわ。ちょっとこれほぼ真上向く感じ。すごーい。そして観覧車、さっきから何回も出てくる観覧車。はい、そしてここがもう多分10年前ぐらいなんですけど、私が NHK のど自慢にね出場した時、歌ったホールです。みなとみらいホールかな。こんな感じで、はい、周りはこんな感じです。景色がいい、懐かしい。なんかね、待ってる間、当時待ってる間ここにいた気がします。ここのところね、ここに。本当に景色がいいですよね、横浜って。なんかめちゃめちゃかわいい、このオブジェ見つけた。かわいい。ちょっと回ってみようかな。かわいい。なんか野菜とフルーツって感じ。ちょっと遠目のが見やすいかな。面白い。すごい。木に、あ、木にね、この大きい木になってるんだ。すごい。なんか書いてある。フルーツツリーだって。すごい。フルーツツリー2001。なんか木って言ったけど木じゃなかった。根っこがね、木になってるのかと思ったら、これも全部オブジェで、作り物の木だった。そうそう、こんな感じで、わ、こんな感じで、すごいね。綺麗。ちょっと遠くに歩いた方が映るかな。こんな感じ。すごい、初めて見た。かわいいね、ああいうの。なんかカラフルなのがあるとかわいい。カラスが鳴いてます。カーカーカーって。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。